じゃーん、サプライズ。うわー、街灯が喋った。エルス、街灯。あらあら、何度もお話ししてきた仲なのに私のこともう忘れちゃったの。Natürlich, この声はお母さんの友達だ。Das ist die gute Alice. Lange nicht mehr gehört. どうも。旅人と新しい友達の皆さん。そしてあなたもね、デリン。ずいぶん変わったじゃない。その姿なら、今はチビドゥリンって呼んだ方がいいかしら。チビドゥリン。うん、僕もいいと思う。それに小さい方がいいからね。もしかしてあなたはこの世界の三女神の一柱、創生の女神ですか？ええ、その通り。まあこの名前だけを聞くとちょっとすごそうな感じがするけど、当時の作業量は3人ともさして変わらなかったのよ。もし M の物語を読んだことがあるなら、彼女の描く世界がどれほど魅力的かを知ってるはず。自分の足で歩き、自分の目で見てみたいと思うほどのものだってね。だから私は B を誘い、 M の許可をもらってこのシムランカという世界を作ったの。待て待て、なんでいきなりここの由来を話し始めてるんだよ。それよりどうしてお前がここに現れたのか、あ、いや、なんでオイラたちがここに来ることになったのか説明すべきだろ。全部教えてあげるから焦らないで。あなたたちは冒険を乗り越えた大英雄。魔女に質問する権利がちゃんとあるからね。さて、まずは私のことから話そっか。さっき本の中からとても強い魔力を感じたの。だからつい我慢できなくなって様子を見に来たんだ。私たちがチビドゥリンを祝福した時かな。ええ、その時よ。童話の世界では時に言葉や感情がどんな呪文よりも強力な魔法になるの。あなたたちの魔法のおかげでチビドゥリンは今の姿になれた。私にも挨拶してくれない？まあ、かわいい。もしかして私たちがこの世界に現れたのってどれも仕組まれたことだったの？仕組まれたって言葉はちょっと好きじゃないかな。私に言わせればこれはなるべくしてなった運命だもの。シムランカのドゥリンが運命の女神に願った時、ちょうど M の童話を手に持つ異世界の友人が何人かいた。しかも彼らはみんな高潔で善良な魂の持ち主。だから運命の女神に選ばれ、このシムランカという世界を救うことになったの。言われてみれば確かに何日か前に本を読んでたような。ああそうそう、サンドル川の子供たちに童話を読んであげてたんだ。私は古い本を拾ってそれを箱の中に敷いて寝てたような。そんな偶然があるなんて。あれ、でもおかしくないか？他のやつらは物語上の役があるのにオイラたちにはないぞ。確かここに来る前は、あ、思い出した。オイラたち差出人の書かれてないへんてこな本を受け取ったんだよな。で、とりあえず開けてみたらここに来てたんだ。あ、そっか、あれってお前が送った本だったんだな。ん、そうだったかな。あなたたちがそう言うなら多分そうなのかもね。 In der Tat. Aber warum hast du uns überhaupt hierher geschickt? なんででしょうね。いい物語は誰かに読んでもらわないともったいないって思ったからかな。あなたは多くの世界を旅してきた旅人で見届けるもの。あなたを欠かすことなんてできないでしょ。私には感じるの。あなたがチビドゥリンに与えた祝福は
とても特殊なものだって。この物語の外の祝福があれば、彼はもしかしたら他の世界を見て回ることだってできるかもしれない。テイワットのことか。え、実はシムランカを想像したとき、Mは私たちにこう言ったの。ここの住民にはいつか外に出て、もっと広い世界を探索してほしい。すべての物語には結末があるけど、物語が現実のものとなれば、自分の道を選ぶ権利が彼らにも生まれるってね。つまり、この世界の住民が頼りにしてるレールはいずれ消えてしまうってこと？俺、あいつらが別の世界に行けるってんなら、オイラたちも外に出られるってことだよな。どうやって出ればいいんだ？あなたたちはいつでも外に出られたじゃない。砕けた海のボートに乗るときも、予言の崖の大きなしおりに触れるときも、行きたい場所を心の中で念じればいつでも外に出られたのよ。そんなこと全く教えてくれなかったじゃんかよ。あら、そうだったっけ？でもあなたたちほどの実力があれば、ここから出るくらい朝飯前でしょ。他の友達をここに呼んでいることも、多分運命の女神があなたたちにより物語を楽しんでほしくて、あえて言わなかったんだと思うよ。彼女は M の投影だから、おそらく物語を書くときに伏線を張る癖まで受け継いじゃったんでしょうね。さて、これで話すべきことは全部話せたかな。あなたたちはこれからどうする？僕はまずここの住民に謝りに行きたい。そしてお母さんに言われたようにこの世界を守るんだ。いつでも帰れるって分かったし、そう急いでここを離れなくてもいい気がしてきたな。せっかくこんな不思議な世界に来たんだもん。私もいろいろと見て回りたいな。気に入ってもらえたみたいで嬉しい。だったら他のお友達もここに誘ってみようかな。そうそう、チビドリン、あなたに新しい友達ができたこと、私もすごく嬉しかった。Mもきっとあなたを誇りに思ってるはずだよ。最後に私の祝福も受け取って。 Mが書いた多くの物語のように、あなたの未来も豊かで色鮮やかなものになりますように。消えちゃった。ってことは今回の勇者の冒険は一段落したってことでいいよな。でも新しい冒険は始まったばっかりよ。チビドゥリンとその仲間たちの冒険がね。え、僕の？うん、私も早くチビドゥリンを森の仲間たちに紹介してあげたいな。今までは誤解があってすれ違ってたけど、今度はきっと歓迎してくれるはずだよ。はあ、何を見てるんだ。付き合ってやるって言っただろ。みんな見て、綺麗な星空。きっとこの世界の三女神がチビドゥリンにプレゼントしてくれたのかも。はあ、ありがとうお母さん。Bis ans Ende der Welt abgeschlossen. Er muss ja nur aufpassen, ne? Wenn er in den Papierwald geht, dass er dann nicht niest. Ansonsten steht der ganze Wald in Flammen. Das wäre dann nicht so praktisch. So, jetzt dürfen wir noch 2 Tage warten bis zum Nachwort. Das können wir gleich mal machen. Da hinten ist auch noch, sind auch noch Sachen, die kann ich bei Zeiten erkunden. Da haben wir noch eine Nebenquest. Da können wir auch gleich nochmal theoretisch reingucken, weil ich glaube, die sind nämlich auch vertont. Aber erstmal schauen bzw. hören wir uns das Nachwort an. Ich muss aber gestehen, also so spannend finde ich das Event jetzt nicht. Ich bin eben fast schon bei dem Monolog gerade ein bisschen weggepennt.
Also das Prinzip ist ja ganz nice. Ich finde die Idee und die Message hinter der Story auch ganz nice, aber ja, also die vergangenen Sommer-Events fand ich besser, muss ich sagen. Danke, Palmon, hätten wir so oder so gemacht. Dann hüpfen wir da mal hin. Mal gucken, wie es ankommt, wenn die in ihrem Papierwald jetzt auf einmal einen Drachen haben. Was die davon halten. Ne? Oh, wen haben wir denn da? Zwei alte Bekannte. Arigato, utsukushii ojo-san. Jin, suwatte ippai yaranai ka? Omae no bun mo chūmon shite oita zo. Ah, sasuga ni sukoshi ki ga yurumi sugi dewa nai darou ka? Kurei no koto o shinpai shite iru no ka? Daijoubu sa. Arubedo ga tsuite iru ndakara na. Jin danchou ni kai ya! Nande omae tachi ga koko ni iru nda? Oya.誰が来たかと思えば旅人にパイモンじゃないか。アリスさんの言っていたサプライズとはこれのことだったんだな。二人とも元気にしていただろうか。まさかここで出会えるとはな。ひょっとしてここの奴らが口々に称賛していた世界を救った勇者ってのはお前たち二人のことだったのか。バースピロー全部オイラたちの手柄ってわけじゃないけどな。それにどちらかというと、オイラたちは勇者パーティーの一員だったんだ。ほう、それでも大したことじゃないか。やはり真に優れた騎士は、どこへ行こうと栄誉の名を失わないようだ。Aber ich meine, wenn ihr beiden hier seid, ist Klee denn vielleicht auch noch hier? Oder wurde sie diesmal nicht eingeladen? Was mich überraschen würde, weil es halt alles von Alice in die Wege geleitet wurde, ne? Ah.アリスさんから招待状をもらったんだ。時間があればクレイを連れて童話の世界で休暇を取ってみないかという提案付きでね。最初は童話の世界っていうのがどういう意味かピンとこなかったが、今じゃその例えがぴったりだと思ってる。ここに着いた途端クレイが興奮してあちこち走り回るものだから心配していたんだが、アルベドがクレイの面倒は僕が見るから君たちは自由に過ごしていて大丈夫だと言ってくれてね。せっかくの行為だ、無下に断るわけにもいかないだろう。だから俺はジンを連れてこの世界の酒場でゆっくりしているのさ。どうせこの機会にお酒を飲みたかっただけだろ。せっかくの休暇だ、しっかり楽しまないとな。確かにガイアの言うことももっともだ。私もたまには肩の荷を下ろしてみるべきかもしれない。でないとアリスさんの好意を無駄にしてしまう。あ、そういえばお前何を頼んだんだ。もちろんこの酒場で一番混じりっ気のないものを一杯だ。でなきゃ異世界の風情を感じられないだろう。Nimm mal einen Schluck. Paimon? Nanda, so no kao wa? Yo, yo! No demo nai zo! Omae no sono motto ni kanshin shite ta dake da kara! Hora, nome yo! Guitto na! Koko wa shinchou ni itta hou ga yosa sou da na. Dore dore? Iro wa waruku nai. Aji wa...私はやめておこう。だが飲まないと少しもったいないだろうか。パイモン、こういうことだったのか。おいらも一度引っかかったんだ。お前だけがやられたわけじゃないぞ。そういえば招待されたのは俺たちだけじゃないようだぜ。あ、コレイさん。さっきコレイを見かけた。
あっちの大きな木の方へ行っちまって声をかけるタイミングがなかったがな。ベルウィンド王国の方か。懐かしい友達がいっぱい来てるなんて、まるでパーティーみたいだな。じゃあオイラたちはコレイに挨拶しに行こうぜ。そうか、あいつによろしく伝えておいてくれ。Das werden wir machen. 君も良い旅を。 So viele bekannte Gesichter, die dann doch noch auftauchen am Ende. Aber ist sie alleine unterwegs oder hat sie auch noch jemanden dabei? Nee, sie ist alleine unterwegs.このツリーハウスの構造本当に変わってる。忘れないうちにメモを取らないと。帰ったら師匠に。コレイ、元気にしてたか。うわあ、びっくりした。旅人にパイモン、お前たちも招待されてきたのか。次はちゃんと招待されてきたいけどな。コレイは何を見てたんだ。ここの森の構造と住んでる動物というより住民を観察してまとめてたところだ。なんとここのみんなは折り紙でできてるんだよ。おお、さすがレンジャーだな。でもここって魔法の世界だし参考になるかわからないけど。あれ、あの大きな足跡の近くに前から家なんてあったっけ。あ、ここに住んでるモモンガたちから聞いたんだけど、小さな竜と傘をかぶった人が建てたらしいよ。チビドリンとカサッチだ。そいつらがどこに行ったか知らないか。話によると家を建てた後オルビット城の方へ行ったって。オルビットで名前合ってるよな。合ってるぜ。これいい。その小さな竜のことを住民はどう思ってそうだった。改めて聞かれると確かにちょっと変な雰囲気だったかも。そんな、以前の誤解とか新しい仲間の受け入れとか、そんなようなことを話してた気がする。私はここに来て間もないからこの世界で何が起きたのかよく知らないけど、みんな新しい家を建ててくれたことに感謝してたし、歓迎会なんかもやるって言ってたよ。はあ、びっくりしたぜ。その様子だとちょっとずつこの森に溶け込んでいってるみたいだな。少なくともいい一歩を踏み出せてるっぽいぞ。その小さな竜に用があるのか。うん、あいつはこの世界でできた新しい友達なんだ。え、そうだったのか。うわあ、ますますお前たちの物語が気になってきた。いや、ダメダメ、それはまた今度にしよう。今は一刻も早くこの不思議な世界をたくさん見て回らなきゃ。そう焦らなくても大丈夫だぞ。ガイアみたいにのんびり楽しむのも悪くないからな。あ、そうだ、ガイアが自分の代わりによろしく伝えてくれって言ってたぜ。ガイアさんも来てるのか。なら私も挨拶に行かないと。あいつならきっと酔っ払うまで酒場にいるだろうし、いくら飲んでも酔わないやつだからいつ行っても大丈夫だと思うぜ。お前の言う通りだな。じゃあガイアさんに会いに行くのは後回しにしよう。じゃあオイラたちはそろそろオルビット城に行こうぜ。チビドリンたちがまだいるといいけど。あ、そうそう、最近スメールで面白いことがあったみたいだ。師匠もなんだか忙しくしてるし、もし暇があれば見に行ってみたらどうだ。うん、じゃあ時間を見つけてスメールに戻ってみるぜ。Also kommen wir auch nochmal nach Sumerum oder wie? Da frage ich mich, woran er dann arbeitet. Na dann hat er eine schöne Zeit, Kolle, und viel Spaß beim Erkunden. Ah, Matana!
So, jetzt geht's nochmal in die Metropole. Gucken, ob wir die beiden dort herumstolzieren finden. Nach oben? Warte mal, da können wir doch... So. Genau. Guck mal da. Wen haben wir denn da mit genauso einem schönen, voluminösen, großen Hut auf dem Kopf wie die Figur, die sich da dreht? Die gute Mona ist auch hier. Ja.